三姉妹ラジオのんべんだらり。はい、じゃあ今日も始めていきます。のんべんだらりです。暑いね。めっちゃ暑い。暑い。暑いね。私この間、うん、出かけて車乗っとったら、うん、外気温41度って出た。車、うん、もっと暑くない？ダッシュボードのじゃあ外気温やね。ダッシュボードとかは暑いけど、車内じゃなくて、車内じゃなくて外の温度が41って出て、これはもうインフルエンザ超えたなってインスタに載せた。本当暑いよね。暑い。車内でもさ、今年はさすがにさ、逆に車内に置き去りになりましたみたいなのがないってことはさ、もうみんな本当に危ないと思ってるんだよな。それかもう見回っとるかな、危ないと思って。そうやね。車内なんかもっと暑いよね、きっと。50度とかなら、もっと暑いんかな。もっとなんかね、ジャフが調べたやつではなんかもっと暑かったよ。80とか70とかなんかそんな風に、ね、暑いね。あ、そう、うん、私さ、車にナビを載せてないの、うんうんうん、で、あのナビの何でかというとスマホで見ればいいやと思ったし、うんうんうん、わざわざこうアップデートせんくていいからと思って、うんうん、だけどさ、あのいやダッシュボードの上に携帯を固定するやつを、うん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 、スマホを固定するやつを買ったんやけど、うん、あのもうダメなのよ。あ、固定するやつ。そう、あのね、まあ、つけるやんか、うん、で、まあ、出発しました、あのナビに入れました、うん、ナビじゃないけどね、うんうんうん、あの携帯に入力したんやけど、うん、しばらくするともう暑いので、うん、暑いですみたいな、もうスマホがさ、あ、前に置いてあると日差しで、そう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 、暑いですこれ、あかんやんと、ナビにならんわ。シェリーが言ってくの、暑いですって。シェリーは言わんけど、どうなんやったかな、消えるか。あ、そうそう、でも暑すぎると、あの充電、なんか iPhone の温度が高くなりました、高温になりましたって言って、うん、出てくる。もう案内はしてくれへんのよね。ほんで、あかん、ナビ代わりにならんなって初めて、うん、スマホを無敵やと思っとったけど、あのダッシュボードじゃなかったんやな。でもどこに置けばいい、うん、私さ、車のなんていうの、このパネルがあるところ、その何やパネル、うん、え、あのどこどこ、エアコンの吹き出し口とかがあるところってこう平らになってまっすぐなってるとかあるやん。よくナビが本来であればナビとかがある、ナビがついてるところ、あそこに平らなところがあったら、平らなところにペタンってくっつけるやつがあるの、うん、磁石、うん、で、そう、それに磁石がついとって、あ、これ磁石私のスマホケースの中に磁石が入っとんの。え、なんでそれ、もともとだってケース磁石やん。あ、でもそのセットにさ、磁石、あ、ちょっと出てこないけど、磁石入っとって、この丸い、その磁石をここに入れてペタンってくっつけると、もうこのまま固定で絶対押しちゃわへんし、それやね。で、取ろうと思ったらシュッて取れるし、エアコンの前やし、涼しいもんな。暑くなりましたって言わんよな、きっと、そう、ダッシュボードでかっこええ、それこそさ、あの旦那さんが買ってくれた、うん、かっこよかったみたい。そうこだわりの多分、うん、いいやつ、これにしときなって、車も可愛いの、喉出たこれにしときなって言ったけど、もう全然ダメ、もうつけた途端にこれ聞いたら旦那さん大丈夫、聞かないから、全然ダメ全然ダメだもんね。聞かんって言っとったよ。聞かない、あの、うん、あの聞かない、あの私の夫も、うん、そのもう恥ずかしくてのんべんだらりを聞かんって言っとった、うん、あ、え、聞くの、もっちゃんとこの旦那さん。私の普通のだ、あの何、普通のラジオ、普通の旦那っていうか、旦那いろんなジャンルで、あのラジオは聞いたことある、うん、聞いたよとかって、何喋っとったあたら、もうあんまりよくわからんだって聞いてくれるんだね、うん、聞いたって言われた、うん、聞けないって、うん、あーでも、うん、あ、ペコペコ言っとるね。でもこれ暑いでさ、さっきもメールで、うん、食中毒警報みたいな、うん、四日市市から来とった、うんうんうん、あ、市から来やへん、うん、防災とかでしょ、うん、食中毒もそんな案内が届くんやね。でさ、昔元気が出るテレビに出とった兵藤由紀が、うん、向こうに住んどる人やね、ゆきね、海外、違う違う、それ野沢奈子ちゃん、あ、ごめん、間違えた、兵藤さんもどっかに住んでる、海外、あ、そうなん、そやんな、なんかさ、めっちゃ小室哲哉にいとるよね、髪型じゃない、髪型やろ、ちょっと面長で髪型、うん、兵藤由紀が、はい、ちくわを食べて食中毒になったっていうのを聞いて、寝物怖いよね、それ以来もうちくわがすごい怖い。へえ、美味しいけどな。ちくわ当たったことある、なんか当たったことあるよ。私はもっちゃんのラジオに投稿したんやけどさ、もっちゃんのラジオに投稿
だけどまたここでも使うってことやろ、うん、いいよ、逆はないけど、すごいの、うん、言ってあのね、ずっと前ね、うん、ずっと前、うん、あの近所のスーパーで野菜が3割引きで売ってる時ありゃ、うん、もうちょっと見切り品みたいな、そうそうそう、うんうん、でね、大葉が好きで多分優子産んでちょっとしてからなんやんか、うん、ぐらいの時で大葉食べ方がわからんけどあんまり食べやんわ、そうだろ、うん、大葉がね、その時はすごい好きで、そのまま食べとった、ご飯、あの海苔をさ、ご飯にさ、あの猫ママみたいにさ、味付け海苔を、うんうん、ちょっと例えばで言うと、うんうん、お茶碗によそってある白い一膳白米を、うん、はい、味付け海苔、あの短冊みたいなやつ、うんうん、ああいう感じ、ご飯にこうの、うん、ご飯を中に、まあ、巻いて、そうそう、巻いて食べるのの大葉をやっとった、大葉でご飯巻いて食べるみたいなね、そう、うん、え、味、大葉の草の味だけなんか、草草やね、醤油っぽい、醤油、醤油、あ、でも若い、美味しいと思う、大葉に醤油を、寿司じゃないよね、まあ、美味しいと思う、うん、普通の白米やよね、うん、へー、これをね、食べるのがね、酢っぽい食べ方やね、うん、それがすごい好きやった時があって、へー、で、あのスーパーで3割引きでね、もう帰ってすぐ食べようと思って、うんうん、いやでもう腐る、うんうん、あ でもそうやったら買う、買う、うん、ほんでね食べたん、でもその時はご飯に巻かずに、うん、もう好きすぎて、うん、もうね多分あ10枚ぐらい束になった、うん、あれにそれをシャシャシャってちょっとつけて分けて食べたんね、うん、それだけを、うんうん、そしたらねピリピリってきたん、まあ、ピリピリってくるんやね、あれか腐った牛乳飲むとピリピリするってもちゃんさっき言っとったのと、うん、同じ感じなんかな、ビリビリってきて、うん、しびれる感じで、大葉っていっぱい食べるとこうなるかなって思った、うん、あの何枚か重ねて食べると、そうそう濃くなった味がピリピリやと思ったんかな、うん、そう、ほんで食べたらハーブやでね、そうやね、ハーブやもんね、腐っちゃうよ、ハーブやで、ハーブやもんね、ごめんごめん、うん、ハーブやな、いやそうじゃないもんな、そうしたらそれも腐っとった、あ、そう、でも見た目さ、こうなんかちょっと水気が出とるとかぬるっとするとか、ね、ちょっとなんかあるよね、ぬるっとはしてないけどちょっと黒ずんどった、あるね、黒ずんどあるやん、でも3割引きでさ、もうさ、え、でも売っとってすぐ食べたんやろ、うん、言わんだん、言わんかった、でもちょっと言えやんな、でもいい、でも売っとったのにね、うん、じゃ1枚だけでも残っとったら言えるけどさ、全部さ、まとめて全部食べたしさ、何さ、1枚残っとったら何て言って戻すの、食べてみてくださいって言うの、そうなんやで、よういかんと、もせめてね、1枚残っとったらさ、うん、そうやね、何かしら、うん、見てください、これ、まあ、言える、うん、言えるし、ね、腐ってないと言ったら食べてみてくださいって言えるよね、うん、そう、でもさ、しかもそれでさ、多分さ100円もせんねえで、きっとそれどうしてほしいのってなるやん、でも聞いてほしかっただけでした、本当はさ、でもさ、そういう時ってさ、すごい困る、向こうは何とかしやなと思うんやけどさ、聞いてほしいだけっていう時ないでもないないよ、すっごくお腹痛くなったっていう話を聞いてほしいだけでいいんやけども、だから言うってことはもう向こうからしたら、うん、だからクレームやと思う、もう、ね、医者料、何かしら病院代払えみたいなのってことよね、うん、うん、聞いてほしいだけな聞いてほしいだけなんですけどって言えばよかったから、だから商品管理かん、あのきちんとしてくださいってことやね、うん、そう、そうやろうね、そうや、え、どうなった、え、ピリピリしてもすぐに来た、お腹痛くなって、あ、吐いたんやと思う、寝込んだとかね、多分ね、数日間、うん、あかんかった、本当になんか、うん、うん、やったって書いてあった気がする、へー、体調もあったりする、体調もあるよな、あ、普段は大丈夫、でも、うん、そういうのもあったかも、でももうあのピリピリはおかしかったんやって今となってはわかるよ、だからそこからもうシソが食べれやんわけじゃないけど、あ、そこまで、あかん、他なんかないの、当たったとか、やば、腐っとったとか、いや、腐っとったのはよくあるよ今日の朝食べたおにぎりもさ、腐っとったしさ、あ、でも食べやんだ、そう、あ、これはあかんと思って大葉を思い出してでも私さ、昔どっかに行くときに多分カバンの中におにぎり入れてったんやろな、海苔の、うんうんうん、で、まあそれ夏が終わり、うん、また夏になり、うん、で、あ、このカバンまた夏使おうと思って、ちょっと待ってそしたらさ、布のカバンなんやけどポケットがなんか黒くなっとんの、え、なんでってなって、な、ね、外から見て、外から見て、え、なんで黒くなっとんので触ったんやけど、え、ティッシュが入っとんのかなと思って、え、なんやろなんやろってピューって開けてみたら、ラップにくるまれた
黒い物体。黒くなるんだ。なんかでも匂いも何もない。カビ？いや開けやんかったけどラップの中で、うん、ラップの中で完結しとった。あ全部終わった感じ。ミイラ化しとったんかな。ノリっちゃうかな。あそうかノリが巻いてあったで。そう。だからノリが染み出したん色が？何か分からんけど多分そのカバンのポケットの中で全部終わって、うん、完成されたものが置いてあった。あ誰か自由研究してほしいわそれ。でも1年がかりやもんな。そうやね、うん、でもよくさあるやん、なんかこう添加物がいっぱい入ってるパンと腐らんなパンを比べるみたいな、うんうん、あれ本当なんかな。あのなでも言っとった誰かがこれでもあんまり商品名は出せやんけど、うん、あのドーナツを、うん車内で食べて、うん、1個運転しながらな、うんうんうん、車の運転しながら落としてしもって、うん、でずっと忘れとって、うんうんうん、取るの忘れたまま1年経ってもそのままやった。何も何にも変わってない。今買ってきたのと同じ状態です。そう食べてほしかったな。味はどうやっていや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 それは無理やけど見た目にはそうだから黒くなっとるのは多分正しいんやと思うけど、うん、そうやな、うん、何が変わってなかったって、うん。じゃあもしかしてコンビニとかで買ったおにぎりやったら、うん、そのまんまやと思う。何もあれこれいつ買ったやつって出てるのか、うんうん、分からんねんな、うんうん、おそらくそう。怖い。いやねんやってピリピリする方が本当は正しいよね。ね、うん、賞味期限気にする？牛乳あの書いてあるもんな。賞味か消費かはすごい子供らは言う。賞味やでいいやろみたいなさ。賞味と消費違うやろ。もうさ、うん、あんなんさ企業がだいぶセーフティーゾーンをかなりのセーフティーゾーンやとは思っとる。賞味期限は、うん、消費もそうやと私は思うの。消費やと多少ビビるよ。練り物と豆腐はちょっと、うん、え豆腐、うん、豆腐か。豆腐もお姉ちゃんがなんかお腹痛くなったって言っとったのを聞いて食べるときは火通してちょっと自分の舌で確認してみてから、うん、大丈夫かなピリッとせんかなとか、うん、すごいさ、うん冷蔵庫に入っとるものを子供たちも、うん、まあ、旦那もよく分かっとるんでさ、よく分かっとるもんで、うん、あの何か例えばあそ今日出てきたってこれまだ大丈夫みたいな言われるわけよ。そうなんや。そう。いやでそれを言われるとこっちもせっかく作ったのに、うんうん、下げやなあかんくなるから、まあ、下げることはないように、うん、いやでそれを作ったら出す前に私がまず食べて30分して学校の給食方式学校の給食も校長先生食べるんやね、ちゃんと。そうなんや。そうなん、何かあったらあかんで先に食べて早弁やな。そう早弁しょの、うん、でもそうなんさこれいついつのやろ大丈夫すごい言われたら嫌じゃない。いや嫌 やからだから食べといて私30分前に食べたけど今なんともないで大丈夫って言って続行みたいな。それさ自分で食べてみてさあやばかったなってことないの？ないよ案外ないよ。だから消費と消こんなんあんま言うたらあかんけど消費と消費多分かなりのセーフティーゾーンやと思って、うんうん、私何もその何も違う自分の舌を一番に信じるから、うん、いやかっこいいな。いやかっこいいな。でもすごいなんさ主婦みたいに今のさ私の使う今日の向きました私は自分の舌を信じている川島直美みたい。よくさオルヤすっごい潔癖症の人で、うん、例えば食べれない、ね、人の作った料理食べれやん人とか、うんうん、多分おると思うんやけど、うんうん、私すごい何ていうの生存能力が高いと思うの。高だからもし生きるか死ぬかになったらそこに落ちとる飴も私は食べれるし、うん、何の話しだしたって思うと別に賞味期限が1日過ぎとったからって、うん、って思うしな、うん、火通せばいいやとか、うんうんうん、加熱をかなり信じとるよね。そう加熱加熱の効果をかなり信じとるよね、うん、私もかなり信じとる、うん、昔さサバを出したん、うん、夕飯に、うん、煮つけかなんかで、うんうん、したら旦那だけを次にお腹すごい体調悪かった、うん、でサバに当たったわとかめっちゃ言われて、うんうん、いや私元気やけどなあるあるサバは来るな一、うん、人だけっていうの多いよね。うちも子供息子だけサバあかんかった日があった。もともとサバのアレルギーじゃないのに、うん、その日だけあかんかったって。でもそれサバのせいかどうかわからんじゃない？そうなんかな。でもなサバってかわいそうよね、うん、サバいろんなもん食べてもサバ食べとったらサバやって思わへん。ほんとほんと、うんうん、サバ強いと思うやんやっぱりサバのせいやって思われへん。いろいろあってよその日も。なんか今すごいサバの気持ちになってきた。そうだね、私今日お弁当にサバ入れてきてしまった。大丈夫かな。大丈夫。あ冷蔵庫入っとる？うん。え入れてないの冷蔵庫に？大丈夫。なんか保冷剤入っ
んでええかなと思った。まあ、溶けたかな保冷剤。でも大丈夫、閉めてあるし、閉めてある違う違う違う、蓋じゃなくて閉めサバやで。あ大丈夫、閉めサバでも大丈夫。え、閉めサバやで。締めサバをなんで生まれた？だって締めサバはそういうために生まれてきたんやろ。使いにくいけど。どういうため？えでお弁。締めサバで。締めサバな。で今日のサムネイルは締めサバが。違う違うよ、絶対違う。締めサバの顔、締めサバに顔つけてたもちゃん。泳げたいやきくんみたいにもちゃん。泳げたいやきくんな。ああいう風にな、私は自分の舌を信じてる。あかん、締めやなあかん。締めるわ、締めサバだけに。いいね。くだらん、いい、ね、今日も。はい、お聞きいただいてお耳汚しありがとうございます。ありがとうございます。また来週。締めさも大丈夫やろ。でもちょっと別